かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。すべてを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は。父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。うん、新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った。どう考えてもおかしい。まずは様子を探る。油断せず進軍すべし。兵八、これにあり。何が起きているんだ。マイ！あれは一体何ですか。あんなの見たことも聞いたこともありません。なんだ。さては例の連中の仲間か。マイ！初めて見る顔だが、やはりマイ、あいつらの仲間だな。あいつら誰のことだ。とぼけおって力ずくで追い払うまでよ。厄介な奴らめ。けど俺たちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強き主か。死ぬり立つに突っ込む。言われなくても分かっています。お前たち、羽柴軍ではないだろう。どこの軍のものだ。まだとぼけるか。打ち取って。あっちの世界の連中め。あっちの世界。何を言ってる。俺に勝てると思ってんのか。いや、そのどこにいるんだろう。なんか変な感じです。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。
落ち着いてください、母上。それにしては、様子が変です。エハチ、これにより。今見事に負けちまうとはな。しまうとはな。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですな。大方例の連中の仲間だ。父上の手を煩わせるまでもない。敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。私たち道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか？この世界に来たばかり。いや、敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いが排除させてもらうぞ。これぞ無双。この勝負、次に預けるぞ。ほう、ただの雑魚ではなさそうだ。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ迫力。エハチ、これにあれが敵の総大将でしょうね。このようだ。気を緩めるなよ。ここまでですぞ。これより先へは行かせません。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるな。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか？いや、敵の言うことなら信じられませんね。君の神宮で倒すと、マイル、おし、貴様ら、俺と戦え。並々ならぬ気迫よ。相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。
りただの雑魚ではないようだ。ごめんなさい。そなたこそ敵ながら見事、これによって戦う感覚どこかで。忠勝さんと互角、あんな人がいるなんて。あ、私なんてが偉そうに分析しちゃってすみません。これぞ無双。ナオマさん、スイさん、はっ、どうやら俺を本気にさせたいようだ。力よ、一旦引くぞ。奴は追ってきていないようですね。あの凄まじい力は一体。見たことがない建物や不思議な服装の敵も気になります。それを判断するには材料が少なすぎる。十分に注意を払いつつ周囲の状況を探らん。それにしてもあの男どこかで。この先何が起こるかわからん。そんな状況であればこそ己が武器を確かめ備えておくべきやもしれんな。